普通今までは残り 15% ですよ、5%ですよみたいな通知が来てから切れるんですよね。でも最近なんかいきなり突然、あれ？なんかつかないと思ったら電源も落ちてるみたいなことがちょっと多くて、スマホが壊れてるかもしれないです。さっきの配信終わってからスマホの調子が良くなくて、なんかなかなか充電中にならなかったり、なんかスマホの画面が充電は切れてないのに、その、ん？な、ん？違う、電源は切れてないのに暗かったりとか、なんか開いてるタブ全部閉じちゃってたりとか、なんかもうスマホ寿命かもしれない。んばんは。花絵ポーズ。ハートありがとうございます。こんばんは。ハートありがとうございます。結婚してスタンプもありがとうございます。こんばんは。はじめまして。はじめましてじゃないのに、はじめましてって言ってる方がいる。今日のぬいぬい近くにいないんだけど、どうしよう、取りに行くと結構遠いかも。 でもあんまり最近ぬいぬい出せてないので、また準備します。あ、そうだ、言っておかないと、メールを書こうと思ってたんですけど、さっきの配信の、なんていうの、終わってからの間の時間に、いろいろスマホのトラブルとか、なんか、ちょっと物こぼして広げてしまったりとか、いろいろありまして、ちょっとメールを打てなかった。ごめんなさい。その代わり明日の朝は絶対送るようにします。すいません。こんばんは。花江が一押し、一番信じてるので。黄色のペンライトありがとうございます。携帯買ってあげたい。 携帯買い替えればいいんですけどね。ずっと買い替えてなくて、最近なんか、まずいかも。いつの間にかこれ壊れるやつだって思い始めてきました。わしの充電が心配よ。 皆さん充電大丈夫ですか？あら、美人さんと、優しい、ありがとうございます。バッテリーが寿命なのかも。スマホって結構何年みたいなありますよね。私のこのスマホは、何年だろう。4年目かな。意外と長い。普通そんな使わないかな。なんかそんなにスマホのこだわりもなくて、なんか別に買い替えようってならなくて、ずっと使ってるんですけど、買い替えたことなくて、もともとスマホを持ち始めたのが遅かったので、持ち始めたのがもう、中学校の最後の部活じゃないよ。中学校の卒業式の数日前みたいなぐらい、結構スマホ持つのが遅かったので、買い替えたこともなくて。きだ。やったー。ありがとうございます。本当に皆さん、ありがとうございます。こんばんは。あ、個別写真11月ボリューム2、白いサンタさん、かわいいですね。ありがとうございます。白いサンタさん、そう、私の着たサンタさんは確か白かった。赤もあったっけ？いや、白だった気がする。そうなんです。全然私が告知できてないんですけど、11月のボリューム2の生写真は、サンタさんの、白いサンタさんの格好をしておりますね。ぜひチェックしてみてください。サンタさんはいつまでかな？確か21の
お昼13時ぐらいまでだった気がする。確か。バッテリーダメ。そうです。そうですよね。スマホもちょっと、そろそろ寿命な気がする。ステッキありがとうございます。お疲れ様です。皆さん本当に今日金曜日だから今週もお疲れ様でした。ステッキありがとうございます。笑顔の花咲いてありがとうございます。今日も可愛いよ。優しい。ありがとうございます。こんばんは。お星様ありがとうございます。そうなんですよ。携帯壊れたら、まず、もう毎日、今、この時代っていうか、もうスマホがないと、スマホで全てもう済んでしまう世界じゃないですか。普通に連絡取るのも、もちろんお仕事のこともそうですし、スマホ壊れたらやばいですよね。なんか、結構今って連絡先交換するときも、なんか電話番号とか、メールアドレスは知らないけど、LINE で交換、なんていうんだ ?LINE の友達追加をして、LINE で連絡取るっていう、なんだろう、ことが多い気がするので、そうすると、携帯壊れると、番号、電話番号も知らない、メールアドレスも知らない。連絡取りようがないってことになっちゃいますよね。ごめんなさい。あ、タコさんありがとうございます。ステッキありがとうございます。笑顔の話されてありがとうございます。こんばんは。初見です。初見じゃないじゃん。めっちゃよく知ってる私。ハートありがとうございます。待ってるよ。すいません、そうですね。明日からぬいぬいを手元に置いて配信します。ぬいぬい、でもそこと向こうには見えるけど結構遠いな。花江ちゃんがぬいぬい見たみたいだから大丈夫です。本当ですか。そんな、なんだろう。マスコット的な感じするかな。ハートありがとうございます。あ、やっぱまたコメント詰まってる。メールのことだ、ここにあるの。こんばんは。あー、髪触ってるの結構癖かもしれない。なんか前髪がちょっと長くて、あと横の触覚も長くて、なんか今日とかは長いのでアイロンを、分かりづらいけど アイロンちょっと巻いたんですけど、それでも目にかかってしまうので、ちょっとこう避けたり、あと前髪はこう綺麗に散らばってた方がいいので、こう散らばらせたりとか、触覚の位置もなんか変なところにこう動きがちなので、避けたりとか、ここ耳かきしたりとか、よくなんかそんな感じで触っちゃってる気がする。でも前髪は確かに結構気になりますね。横、ここもそうだけど。バッグも発売されましたね。バッグも発売され、待って、今ってバッグ、何のバッグだろう。ねえ、待って。バッグなんだろう。やばい、申し訳ない。バッグがわからない。バッグ。でも、いつも書いてくださって、それを見て、あ、告知してない。しないと、ってなるんですよね。本当にいつも教えていただいてありがとうございます。バッグ。すいません。皆さんぜひ見てみてください。バッグも出てるそうです。すいません、バッグって何のバッグだろう。でもバッグなんてあるんだ。私も気になる。メールの返信、皆さんお忙しくない時とか余裕がある時とか、
で、全然大丈夫です。基本的に毎回返信待ってますって書いちゃう癖があるんですけど、全然余裕がある時に、なんだろうな、よく私メールでも書いてるんですけど、なんか今日こんなことがあって大変だったとか、そういうことあったことの吐き口とかにしてくださって全然大丈夫なので、何でも今日はこんなことしてて、こんなことが大変だったけど頑張ったよとか、そういうなんかどこかに吐き出したいけど、でもどこに言ったらいいかわかんないみたいな、そういう感情とかでも何でも受け止めるので、ぜひ私の返信メールを吐き口にでもしてください。なんかそういう、なんだろう、何でも受け止めるので、そういう感じの、そのなんだろう、別に私に対して何かを伝えたいことが、なんていうの、私に対して伝えたいことがない、どうしようっていうのであれば、別に私に対してのなんかじゃなくても、今日何してたよとかでも何でも大丈夫です。結構読むの楽しいので。ハートありがとうございます。あ、タコさんありがとうございます。やっとアナイちゃんの配信見に来れた、かわいい、ありがとうございます。見に来てくださって、こんな夜遅くなんですけど、もう11時40分、本当に夜遅くにありがとうございます。ハートありがとうございます。最新機種希望。え、今ってどんな機種があるんだろう、スマホ。全然スマホの機種詳しくなくて。ハートありがとうございます。携帯は4年目ですね。長いかな、多分。結構なんだろう、何でも物持ちはいい方だと思います。良くも悪くも。なんかもったいなくなっちゃうっていう意味だと悪いし、ん？悪いのか。でも物持ちはいい方なのと、親がそんなに、なんか、なんだろう、スマホとかでもそんなに新しい、あんまり私の親がスマホとかあんまり使わないので、本当に必要最低限の連絡とかにしか使わないので、新しく変えたところでどうなるんだみたいな感じの親なので、なんかそういう親の影響とかもあって、なんかな、あんまり親も変えたがらないし、変えなくていいじゃんっていうので、まあ私もそんなこだわりないしみたいな感じで、ずっと買い替えてないんです。ちょっと声が元気ないような、すみません、ちょっと眠い。眠い。ハートありがとうございます。 69% ある。あー、よかった。初日公演、花江と目が合って泣きそうだった。え、本当に本当に来てくださって嬉しかったです。見つけた時ちょうど私のうちは持ってくださってて、本当に嬉しかったです。いつも来てくださってるから、私のうちはじゃない時でも見つけるし、本当に見つけた時に本当に嬉しいんですよね。ハートありがとうございます。あ、ステーキもありがとうございます。もうスマホダメですねこれ。こんばんは。ハートありがとうございます。1年で買い替え、早い。ハートありがとうございます。長いですよね。私3年くらい前のスマホ使ってる。おお。あ、でも私が使ってるのは4年目で、もう発売されたのは4年前とか。もうちょっと前かな。結構前のやつ。え、これ結構まずいのかな。
全然スマホについて詳しくなさすぎてわかんない。ハートありがとうございます。ステッキありがとうございます。花江ポーズ、花江にラブ送りたい。あ、ゆきちゃん、ゆきちゃんのラブ、おもラブ。あの今日のこの前髪なんですけど、こちらの前髪はあのゆきちゃんに借りたヘアアイロンでくるっと巻きました。こんばんは。ステッキありがとうございます。キツネの穴江ちゃんも可愛すぎる。あ、そうなんです。キツネのあの生写真でキツネの耳をつけて、なんていうんだ、ふさふさの尻尾もつけたんですけど、あのそれのオフショットもメールに確か2回ぐらい抜けたんですけど、恥ずかしかったんですけど、でもなんかもうめったにしないから、キツネの格好なんかなんて言うんだろう、絶対しばらくこんな格好もしないと思うし、見納めな気がします。あのそうです、キツネの生写真も確かまだ発売中なので、ぜひ見てみてください。尻尾つけてるんです。なんかなんていうの、耳もそうだけど尻尾がふさふさで、すごくなんていうんだろう、手触りが良かった。オフライン、あ、オフラインお話と直接のおじゃん、今から楽しみ、こちらこそ会えるの楽しみです。ありがとうございます。こんばんは。あ、くまさん、ありがとうございます。くまさん、これさっき出てたやつかな、ありがとうございます。こんばんは。買います。ありがとうございます。嬉しい。女の子座りの写真お気に入り。女の子座りの写真してたかな。でも結構なんか私座りの写真多かった気がする。キツネの穴井さん予約しました。ありがとうございます。キツネは本当にあのキツネの格好もう一生しないかもしれないって思っちゃうぐらい、あのキツネの格好なんてなかなかしないので、本当に見納めだと思います。サッカーのコスプレ写真今日続きました。ありがとうございます。サッカーのコスプレ写真、そっか、この前のか、もう届いたんだ、早い。ありがとうございます。サッカーボール持ってたやつだ多分。いや、持ってないかも。待って、私持ってないかも。物を大切にしそうなイメージがある。本当ですか。結構物持ちがよく、物は大切にするけど、その代わりあのなんて言うんだ、物を捨てないで、いつかこれも使えそうだからって言って物が増えていっちゃいますね。最近返信できてない、ごめんなさい。大丈夫です。時間があるときにぜひ、お待ちしてます。こんばんは。やばい、ちょっとやばい、荷物がガサガサ、ごめんなさい。癒しボイス聞いて疲れが取れました。本当ですか。あのすいません、メール送れなかったんですけど、ごめんなさい。こんばんは。黄色のペンライトありがとうございます。声が癒されるのでまた遊びに来ました。やった、嬉しい。そうかな、あんまり自分の声好きじゃなかったんですけど、いじられたりすることが多くて、この声だとなんか作ってるのとか、なんかずっと裏声みたいとか言われちゃうことが多くて、なのでなんかこの活動を始めて褒めてくださる方がいて、結構いて、あの嬉しかったです。ハートありがとうございます。あ、待って、これだ。気持ちはいつも初見。あ、これか、さっき出てたやつ。ケンジのイチオシは花江さん姉さん、あ、違う、花江さんだけ姉さん。ケンジさん、いつもありがとうございます。
このタキシードのクマちゃん、なんかさっき出てた気がする。クマ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、待って、私のアバターじゃない？ありがとうございます。私のアバターゲットしてくださって。本当に、だからか、さっきなんかよくわかんないけど、クマがわーってこうたくさん出てたんですよ。ケンジさん、いつもありがとうございます。本当にもうたくさん、本当にもうありがとうございます。何回言ったらいいのかわからないぐらいたくさん支えていただいている。こんばんは、笑顔のアナサイでありがとうございます。お星様ありがとうございます。触覚ちょっと私左右で違うので頑張って伸ばし中です。お肌が白い、スマホライトで飛ばしております。リュックサック、リュックサック、リュックサック、私リュックサックもそ、ちょうどここの目の前にあるけど、どういうことだ。公演の時の髪型はメイクさんがしていただいてます。お肌白い、スマホライトで飛ばしております。デイバック、デイバック、デイバック、あ、バックのやつかな。すいません、ちょっと後で見ておきます。すいません、勉強不足すぎて申し訳ない。あんまりそんなに把握できてなくてすいません。ちょっと把握できてなすぎて教えていただいてて申し訳ないわ。最近鼻を見るとドキドキするんでしょうか、するんですが、恋でしょうか。もうそれは恋です。恋です。今日一日中花江ちゃんのこと考えてました。本当ですか。やった。花江ちゃん巻き出してね。ありがとうございます。でもなんだろう、最近はなんかなんだろう、なんか前よりもよりロングスリーパーになっちゃって、時間もないしやることもたくさんあるので、本当にできるだけ睡眠時間を短くしたいんですけど、なんかいくら寝ても眠くて、なんかそういう、なんて言うんだろう、気分転換の代わりに体が睡眠を欲してるのかなって思っちゃうぐらい、なんかもう何時間寝ても眠いですね。本当にびっくりする。自分でもびっくりしちゃう。毎日花江に告白してるような気がする。何回でも告白してください。待ってます。煮る前に今日食べたものを返信しますね。あ、全然、これ食べて美味しかったとか、なんだろう、これ美味しくなかった、あれか。これ美味しかったよとか、どこどこ行ったら楽しかったよとか、景色が綺麗だったよとか、そういうことでも全然大丈夫ですし、何でも大丈夫です。なんかリップがすごいムラなのが気になってきちゃった。待って、ハペにしてる。こんばんは、頑張って返信してるつもり。あ、読んで待ち、ありがとうございます。ちょっと待ってください。またコメントが溜まっちゃってる、まずいぞ。あ、やばい、ちょっと喉が。こんばんは。あ、日曜日初めておしゃべりか。あ、終わった。
やばいぞ、そう。そうなんですよ。これの髪型決める配信もしようと思ってずっとしてなくて、10月からずっとしようと思ってて、結局ずっとできてない。11月20日、20日はこちらの135部に参加させていただくんですけど、それの髪型も決めないといけない。やば、まずい。お星様ありがとうございます。可愛いスタンプありがとうございます。ハートも、お星様もハートもありがとうございます。ちょっとコメント渋滞してるのですいません、ちょっと飛ばさせていただきます。ハートありがとうございます。あさって初めて花江ちゃんとお話しできるの緊張して恥ずかしいです。え、私すごい楽しみです。ぜひこんなこと話したいよとか返信メールで送ってくださると嬉しいですね。待って、あれ、あ、そうだ、今日一日ないなって探してたんだ。なんか筆箱がどっか行っちゃって、シャーペンもボールペンも書くものが今ないんだった。そうだ、どっか行っちゃったんですよね。やばい、どこに忘れてきたんだろう。ハート、お星様ありがとうございます。こんばんは。花江ちゃんかわいい。その花江ちゃんの絵は三髄の絵だ。私の絵は恵まれるという字の絵なんです。北も花江も結構なんていうんだ、同じ北でもたくさんあって花江もたくさんあるので、間違いやすいと思うんですけど、喜ぶことが多くて花に恵まれると書いて北花江ですので、ぜひ覚えてくださると嬉しいですね。ハートありがとうございます。ちょっと待って、時間がまずいので急ぎます。やばい、56分。花江が一押しだからね、ぬちゃん持つ。やった、嬉しい。私のうちわじゃない時も見つけるんですけど、ちょっと悲しいので、私のうちわ持ってくれてくださってたら、そうですね、来てくださってるだけで嬉しいんですけど、私のうちわ持ってくださってるとより嬉しいです。ハートありがとうございます。あ、ハートたくさんめっちゃ来てる、ありがとうございます。お星様もありがとうございます。ハート、世界一かわいい、めっちゃ優しい。ハートありがとうございます。そうなんです、オフライン初めて1対1なんですよね。今までグループおしゃべり会だったので。オフライン買いました。本当ですか、やったー、嬉しい。たくさんお話できるの楽しみにしてます。黄色いペンライトありがとうございます。やばい、時間がまずいので、急がないと本当にまずいぞ。黄色のペンライト、あ、かわいいスタンプ。返信は花江だけにします。とか言ってゆうなちゃんに返信してそう。かわいいスタンプ、だるまさんありがとうございます。結婚してスタンプ、だるまさんありがとうございます。たくさん、やばい、ちょっと待って、本当に女性ファンから大好き言われても嬉しい。めっちゃ嬉しいです。待って、ステーキありがとうございます。ハートありがとうございます。待って、やばい、お星様ハートたくさん、お星様ありがとうございます。よしよしよし、ギリギリ1位、ケンジの一押しは花江さんだけでした。あー、さっきもくまちゃんのありがとうございました。いつも本当にたくさんありがとうございます。花江ポーズ。ありがとうございます。2位、ライスちゃん。あー、ライスちゃんいつもありがとう。ハート。ありがとうございます。3位、ファントムは花江ちゃん大好きさん。あー、ファントムさんもいつもありがとうございます。くま。ありがとうございます。4位、宮川さん。すいません、噛んじゃった。宮川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、タッチンさん、ありがとうございます。6位、文星さん、ありがとうございます。7位、ワンマンさん、ありがとうございます。
8位、孫四郎さん、ありがとうございます。9位、フロゴルファーさん、ありがとうございます。10位、ギリさん、ありがとうございます。11位、川崎の金さん、ありがとうございます。12位、茨城のゆきさん、ありがとうございます。13位、茨城ん？ん？なんかずれてない？パンダの帝王さん言ってない。パンダの帝王さん、ありがとうございます。待って、ごめんなさい、ずれてた。多分そうだよね、合ってるよね多分。うん、全部読めた読めた。おやすみなさいです。すいません、ずれちゃって、ごめんなさい。なんか合わないと思ったらずれてました。すいません。全部